い、パート2でございます。電子書籍の方が売れてるそうで本当におめでとうございます。紛れもなくこの電子書籍はきっかけはいろいろあったにしても、えりこさん自身が書こうと思って書かなければ売れることは一冊たりともなかったと思います。いや本当に人っていうのはいろんなきっかけに出会うんですよ。でもそのきっかけに出会ってもやらない方がほとんどです。残念ながらね、人はね、昨日までと同じ今日繰り返しちゃうんですよね。そして今日と同じ明日を期待してしまうんですよ。でも遠い将来その先に何かがあると思ってしまうんですよ。何にもないんですよね、だこういう言葉があるんですよ。毎日の積み重ねは自分を強くするって言葉があるんですよね。これ私がね、今ボクシングをやっていてその中にある言葉なんですよ。毎日の積み重ねは自分を強くする。これには下の句がありまして、これがゾッとするんですよ。毎日の積み重ねは自分を弱くもするって言うんですよ。これがどういう意味かもうお分かりだと思いますけども、どのような日々を過ごすかによって10日先、1ヶ月先、1年先が決まってくるってことなんですよね。それこそ毎日の積み重ねで強くする人もいれば、自分の未来を強くする人もいればね、毎日の積み重ねの堕落の積み重ねがどうしようもなくね、奈落の底へ歩みを進めるということもあるんですよね。いや恐ろしいことだと思いませんか。私はね、この数ヶ月のえりこさんの動きを見て、毎日の積み重ねが自らを強くするという言葉の重みと、そして毎日の積み重ねが自らを弱くするというね、その言葉の恐ろしさをまた垣間見たような気がします。もちろんえりこさんに言えるのは毎日を強くするというね、その姿なんですけども、なんかこう難しい世の中だと思うんですよ。きっと今だけじゃなくて50年前も100年前もそれぞれ住みにくい世の中だと思います。でも住みにくい世の中ってきっと自分がそうしてしまってるんじゃないかなと思うんですよ。全部じゃないにしても結構そういう部分が多いかなと思います。そして自分で歩み始めたその歩みっていうのは、自分が止めない限りは止めなくていいんだろうなと思うんですよね。そして自分の進めたい人生の、ゴールに進んでいくのかなと思うんですよ。いやちょっと長くなりましたけどもね、なんとなくえりこさんの姿を見て、私自身すごく励まされたなっていうところと、もっともっと多くの方にえりこさんの姿を見てもらいたいなと思うばかりですね。ということで激励の動画のつもりだったんですけども、いかがでしょうか。はい、私自身えりこさんの姿を見て非常に学び励まされたところでございます。それからね、出版に関してのまたお知らせですか、こちらの方また一緒にやってみましょうね。一回もう Kindle 出版しましたんで、あとはねこんな本がありますよとお知らせするだけです。あとランキングがもしねいい感じに動きましたら、ランキングのお知らせに絡めて書籍の出版のお知らせをしてもいいと思いますし、出版記念のためのね何かっていうのは別にこう今年何回やってもいいですし、場合によっては来年やってもいいですしね、なんかできればなと思いますね。出版記念なんとかみたいなね。はい、じゃあ以上ですね。本当にいつもお疲れ様でございました。これからもよろしくお願いします。